ピーター・アンカーセンは、デンマーク、南デンマーク地域、エスベアウ出身のサッカー選手。FC コペンハーゲン所属。ポジションは DF。メディアによっては、ペーター・アンカーセンと表記されることもある。2009年に、地元のエスベアウ FB で、プロデビューするも、2009から10シーズンは1試合の、出場に終わり、2010年に、ベイレビー系に移籍し、素質が開花。 2012年3月に、ローゼンボリビー系に移籍。同年シーズン18試合に出場したところで、同シーズン夏に、フルスのエスビアウェフ B に復帰し、4年契約を締結。2014時1月、レッドブルザルツブルクに移籍。2015年夏に、FC コペンハーゲンに、ローオン移籍で加入。からシーズン試合に出場し、翌年には、 入荷するユナイテッド FC がアンカー戦の獲得に興味を示したものの、コッペンハーゲンに完全一席。以降主力選手として活躍し、2019年8月には AC ミランがアンカー戦の獲得に興味を示していると報じられたが、結局9月2日にジェノア CFC と2021年までの契約に合意した。2013年8月14日のポーランド戦で、 デンマーク代表初出場。UEFA ユーロ2016は、招集外で終了。2016年11月11日の2018、FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のカザフスタン戦で、代表初ゴールを決めた。その後本大会の代表候補に上がったものの、落選に終わった。ありがとうございます。